はい、それではドントスターブ実況を続きやっていこうと思います。前回はウサギを仲間にしたりしてましたね。いきなり地震が。これ地上でもこれ建てられるらしいので、このウサギの小屋ね、だから地上で、うわー危ない危ない危ない地上でウサギを飼うこともできるみたいです。だからこのなんだろう、毛というか羽毛、あ、なんだこれ、仲間になったから拍手してくれてるおお、可愛いような可愛くないような微妙なところですけども、肉さえ持たなければとりあえずは仲間になってくれてるみたいなんで、肉を持たないようにしておこうかな。よっ、どうしよう、これ人参で仲間になってくれるから、ちょ、5匹ぐらい連れてみるかよし、行くぞ。じゃあ左の方に行こうかな、このまま。よし、ゴーゴー。で、死んだら死んだで毛を回収すればいいかな。あとお肉。おお、ここはなんか赤いキノコが生えてるのか。絵面が結構すごいけど、面白いけどな、可愛いけど、これはこれで、うん。でも特に何かあるってわけじゃないかな、この赤いキノコがいっぱい生えてるだけで。ああ、そうかそうか、そうだった、冬だったウサギはこの人参1個でどれぐらい仲間になってくれるのかな、その辺もちょっと気になりますけどね。ウサギのためにもうちょっと人参を取っとくべきだったかな。とりあえず体温めて、うん、オッケー、いけそう。うん、チェスターの中にはないしな。あああ、なんかやってる、びっくりした。もう一気に仲間じゃなくなったのかなと思った。ホップ、ダイ、キル。おお、勝った。やっぱ5匹もいると強いな。あの肉調理して焼きたいけど、お、なんだ、光ってる発光してる、何食べたんだ、なんかあの輝くベリーみたいなやつか。光ってますけど、面白い。どこあったかな、あれ、なんかどっかにもあったけど、あ、でもカタツムリのなんだ巣がある。これ壊してもらうかな。これ叩いたら出てくると思うけど、よし、やってくれ。おお、この光ってるのすごいな。まあ豚ぐらい攻撃力あるから、まあうまいことやってくれてそうな気はする。ふんふんふん、なるほどね。ウサギはあれも食べるのか。あれあげたら、あの光るベリーみたいなのあげたら、また仲間になる時間延長されるのかな驚きの修正ですけど。さて、どうしようかな。左に進み続けるのもいいし、ちょっと右上見てから行くかな、また。そうそう、このベリーをあげると光る仲間になる時間は延長しなさそうですね。光るだけか。あ、帰っていく。そろそろ人参の効果が切れたかな。お別れの時間だ。あ、しまった、このカタツムリ無視してた。この一匹だけは人参いっぱいあげたからついてきてくれてるけど、他はもうどっか行っちゃったな。お、玉は回収しとくかな。よっ、よし。でもなんか洞窟
の中の方があったかい気はするんですけどね。もうちょっと地上だと、これあげる、光りながら寝るといいよ。おやすみよしよし。お、久しぶりにこいつらも仲間にしとくか。よよよ、まあいたらいたで困ることはないですしね。そんなにロックロブスターも割といい仲間だと思います。だからウサギをとりあえず地上に連れて行きたいかな。ウサギの小屋のレシピはサイエンスマシンの前じゃないとちょっと見れないかも。でお腹減ってるからこのモンスターミート持っとくかな。ウィグフリットはモンスターミート食べてもまあそこまできついこともないので持っときましょう。ちょっとまずいことに草がなくて立てられないという焚き木を、だからちょっとこうキャンプファイヤーを、いてててててて、ちょっと仕方ないんですけどキャンプファイヤーを立てることにします。寒ー。石と木はあるから、石いっぱい落ちてくるから石ちゃんと集めるようにしよう。そうしよう。でこのウサギ一発で倒せるかな。なんか落とした？あ、お肉落としてくれた。よかったよかった。これ食べんの結構気合いるからな。どれぐらい減るかな。産地がちょっと怪しいか。でこの辺は戦闘することで産地回復するっていう特徴があるんで、ウィグフリットね、ここら辺にいたカタツムリを倒すか。よっ、よし来い。あれ？なんかリュックから岩を食べてる気がするいけるかな。いててて。で体力も勝つと回復するんで、もうちょっとうまいこと2回叩いて、出てきた頭出てきたら1回叩くから、こう2回叩いて、よし、いいぞ。ダメ2回叩いて、よし。あ、ロックロブスターかな、倒すと多分僕回復しなくなっちゃうんで、ちょっとその辺はいい感じにしてほしいんですけど。よし顔出せ。あー、ダメだってなんてこった。参ったな。ヘルメットはあるけど、ヘルメットな、持っててもこういうヘルメットとか帽子は多分ウサギとかにプレゼントするとかぶってくれると思うんですけどね。どうだろう、ちょっとやってみたいけど。よっ、あ、そうか、攻撃しないと攻撃してこないのか。うわ、なんだこれ、ラビットがケムクジャラになってる。あ、産地も35なのか。そうか、それでケムクジャラになるのか。仲間になってくれるのかな。よっ、あげるすごいことなってんだこれ。これかぶってみる。かぶった、かぶったけどこれ黒いからよくわかんないな。もうちょっとあげとこ、人参で、ここのこれをハンマーで壊しておいて、人参とこの毛をいただいとくかな。で人参もうちょっとあげとこ、一緒にいてもらおうしばらく。よし。で産地回復のためにどうしたらいいかっていうと、やばいな、産地も21とか。あ、そうか、このケムクジャラのウサギのせいか、こいつらの近くにいたらダメかなんかすごい襲ってきそうなんだけど大丈夫かな。幻覚倒しても産地回復するんで、緑のキノコ食べられないからな、ウィグフリット。これ大丈夫か。あ、やばい、
良くない気がする。非常に良くないですねこれ。おお、このクックミート食べるか。食べるだけ食べるだけ。捨てる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 っていうか消化する消化する。あれ、もう持ってなくても持っただけで罪なのか。あ、まずい、こんなことになるとは。でも倒すっていう手はあるな。倒して、しまった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 。あ、倒して産地回復して。やってしまったー。そうかー、結構産地維持すんのが難しかったっていうか、モンスターミートがなー、あんま食べ過ぎるの良くなかったか。はい、ということで。っていうか、まあ、肉拾うのが良くなかったのかなっていう、まあ、ボンミスの、挙句死んでしまいましたね。あ、地震だ。リトライってやるとまた最初からやることになるわけですね。そうか、リップってね。墓場を建てられてしまいましたけど。あ、マジ？そうですよね、こういうゲームですもんね。まず枝と石を集めて斧を作るんですね、これ、このゲーム。で、まず木を切ります、これね。木を切っていって、あと藁とか集めて、そうするとね、焚き火が焚けるんですね、なんと、このゲーム。いやー、マジかー、やってしまったー。申し訳ない。申し訳ないっていうのもあれだけど、やっちゃったなー。こう産地を維持するアイテムというか、そういうのも持ってた方がいいのかな。洞窟探検楽しかったけどな。なんか洞窟の下にもね、遺跡があるらしくって、その洞窟のもう一個下があるって聞いてるので、その辺また見たかったなってのはありますね。どうしようかな、また洞窟用にデータ作るっていうか、リベンジもあるのかな。ちょっとウィグフリットじゃないキャラでやってみたい気もするんですけどね。洞窟だと誰がいいだろう。まあウィローとかヒーいつも持ってるし、うん、まあウィルソン、とりあえずウィグフリットじゃなくって、ちょっとウサギを、肉、うん、ウサギっていうか、下、洞窟の中でも食料取れるやつかな。そのキノコなり、人参なり、あの光るベリーなり、食べたら多分お腹は膨れるとは思うので、その辺とか、あと干し肉、もうちょっと持っていきゃよかったかな。あ、でも肉持っていくと、そうか、ウサギがダメなのか。まあ、ウサギ、全員、もうバンバン殺していくってのもありだと思いますけどね、ウィグフリットで。そうだなあ、もう洞窟の入り口がある。はい、ということで、ちょっとね、一旦というか、洞窟探検、初めての洞窟探検はこういうちょっと悲しい終わり方をしてしまったんですけれども、一旦洞窟探検というか洞窟編はここで終わっておこうと思います。はい、いや戦えよっていうね。戦えばよかったんじゃないっていう話なんですけども、まあ、なかなかね、やってると装備の切り替えがちょっと難しかったり、うまくいかなかったりね、しますね。ドントスターブやったことある人ならするねっていう感じで、終わっておいてもらえるといいかなと思います。いやー、また木切って鍋作って、ドライングラック作って、まあ、そんなこともまた初めからやっていきたいとは思います。ということで、今回の、不思議サバイバル、インケイブかな、は、この辺で終わっておこうと思います。ウィグフィット、やっぱり強いですけどね。よっ。
金が出る岩早速見つけてラッキー。それでは、今回ももうどう締めていいのか分かんないですけど、今回も、Don't Starve またやってきました。はい、またこのシリーズも見てくれてありがとうございます。ということでこの辺で終わっておきます。はい、ではまた。ありがとうございます。